ーとして、目覚ましテレビなどで活躍している谷尻萌、谷尻萌さん。目覚まし土曜日やエンタメリポーターとして出演しており、その明るさなどがとても人気ですよね。そんな谷尻萌さんですが、父親との仲や実家がお金持ちなのではないかという噂があります。すごく品を感じる方なので、お金持ちのイメージがありますよね。そこで谷尻萌さんの父親との関係、実家や出身の京都、ハーフなのか、本名についてまで詳しくお伝えしていきます。谷尻萌のプロフィール、愛称、萌ちゃん、本名、谷尻萌、生年月日、1999年、平成11年、2月10日。身長、164センチメートル、出身地、京都府、最終学歴、同志社大学社会学部卒業。所属事務所、セントフォース、牧師、谷尻萌の父親と仲がいい。谷尻萌の実家は金持ちって本当。出身は京都、谷尻萌はハーフではない。本名は谷尻萌、谷尻萌には妹がいる。谷尻萌の父親と仲がいい。キャスターとして活躍されている谷尻萌さん。目標とするキャスターは所属事務所の先輩の海藤愛子さんということで、目覚ましテレビを中心に活躍されていますね。そんな谷尻萌さんですが、父親は誰なのか気になっているファンの方がとても多い様子。確かにテレビを拝見していて、とても品があってお金持ちなイメージを持ちますね。調べてみたところ、父親についての詳しい情報は見つかりませんでした。特にどこかの社長さんであったり、著名な方ということはなさそうです。父親については、インスタグラムも見てみたのですが顔出しなどもされていません。しかし父親と出かけたことについては、様に投稿されていますよ。こちらは、父親と一緒に京都御所などにお散歩に行った様子。動画を撮られていますが、おそらく父親が撮影をしたということですよね。すごく仲がいいんだなということが伝わります。こちらは、父親と一緒にスキーに行かれた時の様子です。親子でスキーに行くとは、とてもアクティブなご家族ですよね。そして父親のことを、パパ、と呼んでいるので、すごく仲がいいんだろうなということがわかります。谷尻萌さんの趣味はフルート、ピアノ、ストレッチで、特技はスキーとのこと。スキーが得意ということなので、小さい頃から父親と一緒にゲレンデに行っていたのかもしれませんね。そして趣味がフルートとピアノということで、音楽が得意なこともわかります。雰囲気を見ても、とても両親に愛されて大切に育てられてきたんだろうなということが伝わる方ですよね。ちなみに家族は、父、母、妹の4人とのこと。あまり母や妹とお出かけしたという投稿は見当たらないので、家族の中では父親と特に仲がいいそうですね。お父様も、これだけ美しい娘さんがいると心配でたまらないのではないでしょうか。インスタグラムにはたくさんの日常を投稿されていますので、いつか父親とのツーショットも見てみたいものです。谷尻萌の実家は金持ちって本当。出身は京都、谷尻萌さんの実家についても調べてみました。実家はおそらく、出身地である京都府京都市にあると思われます。お金持ちかどうかについては情報がありませんでした。しかしかなり落ち着いた印象があり、すごく品のある方なのでお金持ちの家で育った印象がありますよね。
谷尻萌さんはずっと京都で幼少期を過ごし、同志社大学社会学部在学中に今宮恵比寿神社の新春行事、草加恵比寿に花を添える、福娘として活動。この時に代表4名に選出され、その後、セントフォース関西に所属されました。同志社大学ではミスコンに出場するなど、当時から美しさが話題になっていたようですね。そして同志社大学にはお金持ちが多いという情報もあり、実家から大学に通っていたのだと予想します。ちなみに高校については情報が見つかりませんでした。おそらく京都府内の大学かなと予想しますが、お金持ちと言われる高校に通っていたのか気になるところです。そして大学時代から芸能活動がスタートし、2019年10月から目覚まし土曜日のお天気キャスターとしてお仕事がスタートします。実は中学と高校の教員免許も持っているそうで、お仕事をしながらしっかりと勉強をされていたことがわかりますね。それからも、目覚ましテレビで活躍されており、おそらく東京に引っ越しをされたのではないかと思います。よって今は実家には住んでいない可能性が高そうですね。家賃にお金がかかっているとおっしゃっていたので、おそらく一人暮らしをされているでしょう。また実家の画像がないかインスタグラムも見てみたのですが、公開されていませんでした。どんな実家で過ごしたのか、お金持ちなのか本当に気になりますね。谷尻萌はハーフではない。本名は谷尻萌、お顔立ちからハーフと間違われることも多い谷尻萌さん。しかし出身は京都であり、ご本人もハーフとはおっしゃっていないため、おそらくハーフではないと思います。谷尻という名字もとても珍しいですよね。この名字は京都に多い名前だそうで、出身が京都なので納得です。また、谷尻萌という名前は本名とのこと、萌という名前の由来についてですが、母親が好きな名前だったから付けられたそうです。とても可愛らしいお名前ですよね。周りからは、萌ちゃんの愛称で呼ばれています。谷尻萌には妹がいる。谷尻さんには妹がいるということですが、妹の名前もとても気になります。谷尻萌さんがこれだけ美しいので、きっと妹さんも綺麗なのかなと予想できますね。お仕事としては、目覚ましテレビを中心にテレビに出演されており、以前からラジオの仕事に興味があるとおっしゃっていました。その後2023年7月から、土曜日アンナーという朝日放送のラジオをスタートさせています。徐々にお仕事の幅も広げていて、夢を叶えていますよね。まだ2021年に大学を卒業したばかりで、今はお仕事に集中されている時期かと思います。キャスターとして、そして他のお仕事の幅も広げながら活動を頑張ってほしいですね。